中国農業農村省が重大な規律違反、疑い、事実上の失脚か。中国共産党の中央規律検査委員会などは18日農業農村省を重大な規律法律違反の疑いで調査していると発表しました事実上の失脚とみられます。中国共産党で幹部の汚職摘発などを担う中央規律検査委員会などが調査しているのは当人権農業農村省で、 重大な規律違反や違法行為を行った疑いがあるとしています。詳しい違反の内容については明らかにされていませんが、中国メディアが今回の発表を一斉に速報するなど、事実上の失脚とみられます。当氏は、監縮省庁などを経て、2020年12月に農業農村省に就任していました。習近平指導部が、おととしの党大会で3期目に入って以降、畑豪前外相と、 つももなお、副前国防省が解任されるなど、現職閣僚が相次いで失脚しています。核汚染水、故障の中路共同声明、日本政府、遺憾、表明、外交ルートを通じて抗議。日本政府は、中国とロシアが16日の首脳会談後に発表した共同声明で、福島第一原発の汚染水を、核汚染水と故障したことについて、事実に反すると抗議したことを明らかにした。 林義政官房長官は17日午前の定例記者会見で中ロ両国が共同声明でアルプス、多角種除去設備、処理水の海洋放出について事実に反する言及を行ったことは大変遺憾であり外交ルートを通じて中国側とロシア側の双方に抗議したと述べた。林長官は海洋放出については IAEA、e 国際原子力機関の包括報告書でも関連の国際安全基準に合致しており、人及び環境への影響は無視できる程度だと結論付けられているとして、放出開始後も科学的観点から何ら問題は生じていないと主張した中国の習近平国家主席とロシアのウラジーミル・プーチン大統領は16日に北京で発表した共同声明で福島原発汚染水の海洋放出について 核汚染水と呼び、中路は深刻な懸念を表明すると明言した。さらに、関係国も独立したモニタリングができるよう尊重せよと求めた。一方、東京電力はこの日午前、福島第一原発の汚染水の6回目の放出を始めたことを明らかにした。今回の放出は来月4日まで実施され、放出量はこれまでと同じ7800トンになる。 東京電力は昨年8月に初の海洋放流を開始し、7日までに5回にわたり合計約3万9千トンの汚染水を海に放出した。マスゾエ直言、孤独なプーチンに手を差し出す習近平、大統領選を睨み、中国叩きのパフォーマンスに興じるバイデン。プーチン大統領は5期目の大統領就任後の初の外遊先として中国を選んだ。中国との協力関係を強化することによって、 国際的孤立状態を打破しようと意図しているようである。16日には、習近平主席と首脳会談を行い、包括的な戦略パートナーシップを強めるとの共同声明に署名し、両国の結束を誇示した。プーチン訪中の狙い、プーチンには、ベロウソフ国防相、ラブロフ大将、経済担当の副首相、国営企業のトップが同行している。アメリカ議会で、ウクライナ支援予算案が可決され、今後、 支援が強化される中で、ロシアは戦略の見直しを行っている。軍事的には、アメリカからウクライナへの武器供与が再開される前に、攻勢を強めることである。東北部のハルキウ州を北方から攻撃し始めている。新たな戦線を開いたのであり、次は隣接するスムイ州へも戦線を拡大する予定である。こうすることによって、ドネツク州などの戦場からウクライナ軍を分散させることを狙っている。 これに対し、ブリンケンマイ国務長官は、14日、キーウを訪れ、ウクライナへの武器支援を加速化させることを約束した。一方、プーチンは、戦争の長期化を念頭に、戦時経済体制を確立することを期としている。経済専門家のベロウソフを国防省に任命したのは、そのためである。西側による経済制裁が強まる中で、プーチンは、中国との関係強化によって安定した戦時体制を築くことを考えている。 昨年の両国の貿易額は過去最高の2400億ドル超となっている。米国民の関心はウクライナよりもイスラエル・パレスチナ問題と中国、アメリカでは11月の大統領選挙に向けてバイデン大統領とトランプ前大統領の対決が続いている。アメリカの有権者は長期化しているウクライナ戦争よりもガザでのイスラエルとハマスの戦闘により関心を示している。例えば 新パレスチナの学生の抗議活動が各地のキャンパスで続いているのもその表れだ。別の言い方をすれば、ウーライナ戦争については、世論の分断がほとんどない。悪いのは侵略者ロシアであるということで一致している。ガザについては、ハマスのテロ行為は非難するものの、イスラエルによる報復が民間人の犠牲を増やしていることに対しては、批判的な意見が強まっている。しかしながら、生活に密着した分野では、 中国との関係が大統領選挙の大きな争点となる。中国から見れば、アメリカからの風当たりが強まっている。習近平政権としては、ロシアとの協力関係を深めることによって、アメリカに対抗する力を強める狙いがある。アメリカによる中国叩きの例としては、例えば、タイトークの禁止がある。4月23日には、米議会は、中国の企業バイトダンスが運営するタイトークについて、 アメリカでの事業を期限内に売却しなければ国内での配信を禁止することを盛り込んだ法律を可決した。翌24日に大統領が署名し法律が成立したが売却期限は270日であり大統領の権限で90日まで延長できる。タイクトンクのアメリカでの利用者は1億7000万人に上る。米政府は今回の法律は中国政府に情報が漏洩し 安全保障上の脅威となるという理由で成立させたとしているが表現の自由を信頼するものだとの批判の声も強い。タイクトーク側は5月7日に表現の自由を保障する憲法に違反するとして米政府を提訴した。このように安全保障上の懸念を理由にアメリカ政府はこれまでも中国企業に様々な規制を課してきた。トランプ政権下で中国通信の大手ファーウェイ 花ため技術に対する厳しい規制が行われたことは記憶に新しい。バイデン政権になっても規制は続いてきたが、この5月8日には、ファーウェイ向けにクアルコムやインテルが半導体を輸出するライセンスを取り消した。愛、人工知能についても、兵器への転用が懸念されているが、5月14日、アメリカと中国は愛の管理について、ジュネーブで初の二国間対話を行った。アメリカは、 愛の軍事利用に危機感を強めており、中国の愛開発をアメリカや同盟国の安全保障を損なうとみなしている。これに対して中国はアメリカが愛に関する対中投資を規制していることに反発し弾圧だと批判している。人間の関与なしに自律的判断で敵を殺害する自律型地主兵器システム LAWS については開発や使用を制限する国際ルールは存在していない。このルールの策定、 さらには、核兵器などの大量破壊兵器を愛に運用させないことなどについて、米中間で合意を目指すためのジュネーブ対話である。しかし、細部にわたって、両国の考え方は異なっており、合意に至ることができるかどうか疑問である。米中経済摩擦。アメリカでは、大統領選を念頭に置くと、安全保障上の懸念に加えて、貿易上の配慮も必要となる。例えば、 自動車関連産業の労働者の票を獲得するためには海外からの自動車の輸入を制限する必要がある。今や EV の生産では中国の BYD がテスラを抑えて世界一である。バイデンは14日中国政府による補助金で中国製 EV、電気自動車は不当に安い価格で世界中の製造業を廃業に追い込んでいると述べた。そして百七十四年通商法三百一条、つまり 米通商代表部、USTR が不公正な貿易があると判断した場合には、大統領権限で関税引上げなどの報復措置を課すことができるという規定を使うという。具体的には EV の関税を25%から100%にする。その他にも、リチウムイオン EV 電池、その他電池部品の関税を7.5%から25%に、 ソーラーパネル用太陽電池の関税を25%から50%に、また一部の鉱物資源についても関税を0から25%に引き上げるという、対象となるのは180億ドル、約2兆8000億円相当の輸入品である。バイデンは中国との公正な競争を望んでいるのであって、対立を望んでいるわけではないと述べた。中国はこれに断固反対すると述べ、撤回を求めるとともに、 自国の権利と利益を守るために強力な措置を取ると対抗措置の発動を示唆した。貿易摩擦を政治的力技で解決しようとする米国の発想。一方、バイデンと次期大統領の座を争うことになるとみられるトランプは中国からの輸入品に60%、中国製に限らず全ての輸入品に10%の関税をかけると主張している。このようにアメリカは海外からの輸出構成に対して 政治的動きをする。その典型例が1985年9月のプラザ合意である。1981年に発足したレーガン政権の高金利ドル高政策は巨額の貿易赤字を生み、特に対日貿易赤字が大きな政治問題となった。日本の自動車や家電製品は高性能でアメリカでよく売れ、対日貿易赤字は拡大の一途だった。当時 UAW 全米自動車労働組合の組合員が日本車をハンマーで叩き壊すパフォーマンスがマスコミで大きな話題になった。1985年3月28日にはアメリカの上院は日米貿易に関して大統領に対日報復措置の実施を求める決議を全会一致で可決した。当時アメリカにいた私は良識あるアメリカ人が米自動車業界の技術革新努力不足、労働者の怠慢、 アメリカ製自動車の性能の悪さこそが真の問題だと論人を張っていたのを記憶している。しかし、この貿易赤字を解消するために、レーガン政権は政治的手段を講じた。それが、プラザ合意、である。1985年9月22日、先進5カ国、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本の財務大臣、中央銀行総裁会議がニューヨークのプラザホテルで開かれた。アメリカは、 自国の貿易赤字を為替相場の調整によって是正するという方針を固め、それを3カ国に要請したのである。このアメリカの要請が認められ、日本の円と西ドイツのマルクの相場を上昇させる為替介入が合意されたのである。これをプラザ合意という。その結果、強いドルは過去のものとなり、ドル売りの協調介入によって、円相場は1ドル235円から1日で20円上昇し、 一年後には150円台にまで急騰した。自由変動相場制から協調介入という管理相場制への移行である。ドル安によってアメリカの輸出競争力は回復し、1988年には貿易赤字を大幅に削減させることに成功した。今回の中国製品に対する関税の引き上げも、手法は異なるが、バイデン政権による政治的圧力行使だと見てよい。その意味で、 トラザ合意による日本叩きと同様な中国叩きである。